神山清は、日本の新聞記者、作詞家。別名義に、岡清、深山しぐれ。1921年、栃木県上津川区足尾町に生まれる。小学生の頃から試作に取り組み、20歳の時には、西条80が主催する志士、老人業の導人として活動していた。戦後は引き続き高橋菊太郎に支持していたが、 1948年11月に毎日新聞社へ入社し足尾通信部を振り出しに宇都宮市局佐野通信部に勤務。1962年栃木県が主催した県民家の貸し募集で応募作が入選する。これ以降も新聞記者として活動する傍ら作詞に取り組んだ。特に温度は本名の 神山清明駅で、和田かなえの作曲により多数の作品を残している。1982年11月7日、親族の集まりで宿泊していた、塩谷郡、藤原町の絹川温泉で入浴中に倒れ、急性心不全のため死去。去年62、特に中期のないものは本名。現在はいずれも廃止されている。いずれも、和田かなえの作曲。ありがとうございます。